何気なく使っているあの一言が嫌われる原因ですはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい、えー、この世の中にはこれを言われたら嫌われるだろうとか不快にさせるだろうという発言たくさんあると思うんです例えば おかっち前のの帽子の方が似合ってるでアインシュタインヨガって言う,言うてたけどそれって実はオカッチが言ってたことではなくてブラ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 なんだよみたいな感じでこっちが頼んでもないのにいちいちコメントしたりアドバイスしてくれる人しかも悪いところを見つけて上げ足を取るように言うてくるやつ、まあ、マウンティングしてくるタイプですねこれはあからさまに嫌われます。 でも今回紹介するのはたくさんの人がもう何気なく当たり前のように自然に使っているあの一言なんですよ。はいえー、相手のためを思って言って,し言ってるのに相手から嫌われてしまうというあの発言です。 えー、僕も昔は使ってましたもうこういうふうに言われたらこういうふうに返すってい,、まあ、いわゆるテンプレ化してしまってたんですよねテンプレ化してしまってたで逆の立場でそれを言われるとえこの人一体何を思ってるんだろう本当はどう思ってるんだろうっていうふうに思ってなんかイラーってしてしまうことが、えー、多かったんですね、えー、なので今日はそれを紹介します何気なく言っっててしまっている あのの一一言、言そそれれが嫌われる原因ですすを紹介したいいと思いますはい、えー、この動画を最後まで見ていただけたら、相手の立場に立って嫌われる発言をちゃんと理解でき、えー、自分らしい付き合い方ができるようになると思いますので、最後までご視聴ください。はい、このチャンネルではね、えっ、ー、と、あなたが、あなたらしく生きるための、えー、関わり方、そして考え方を紹介しています。えー、興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいです。 あと SNS でも毎日発信してますので、えー、概要欄からつながってください。はいということで早速いきましょう。今日は何気なく使っている嫌われるあの一言です。はいここに書いてますね。これうっすら見えますよねいつもやってるんですけど。はいそれはこれです。じゃんだけどてんてんてんという断り文句です。どうでしょう例えば。 行きたかったんですけどちょっと用事があってやろうと思っていたんだけどちょっと時間がなくて映画に行きたかったんですけどちょっと他の仕事があってみたいな感じで誰かに何かを言われた時の断り文句としてだけどてんてんてんって使う。 ケースですねどうでしょうこれって言ってて言しまうことってありませんかこういうふうに言ってる人って結構多いと思うんですねまあ僕自身もねたくさん使ってたんですけどえこれっていうのは本当はやりたい気持ちはあるんですよあるんですよあるんだけれども自分ではコントロールできない何かがあってだからできないんですっていう時に使う。 言い回しですよね,言い回しですよねでこの言葉自体がいいとか悪いとか言ってるんじゃなくてこの言葉をテンプレ化して使うのは危険ですよっていうことなんですよこの言葉を使う時には本当にその気持ちがある時その時以外で使ったら危険なんですよ本当には映画を行きたくないのに本当はそのレストランに行きたくないのにそのレストランに行きたいと思ってたんですけどっていうとね気持ちと言ってることにギャップ があるわけじゃないですか。しかもそれをテンプレ化して使ってるんで、全然気持,気持ちを込めずにそれをね、当たり前のに言ってしまってるケースがあるんですよね。で、そうなると、聞き手、聞き手側としたら、え、この人、本当に行きたいと思っているのかなとか、え、それ、時間がないって言う,言うけど、それって自分の問題でなんとかコントロールできへんのかなとか、本当はどう思ってるのかなって、言ってる言葉と気持ちにギャップを感じてしまって、 不信感が湧いてくるんですよね裏表がある人やなって安心できないな本当は何を思ってるか分かんないってでこれ前も言いましたけど、まあ、相手とどういうふうに関係を築いていくかっていうことで大事なのが自己開示の法則ですよね。自分がどれだけ開示したかによって相手も開示してくる。 自分が開示しなかったら本当のことを言わなかったら相手もその同じレベルでしか帰ってこないんですよだからいつまでたっても関係が深くなっていかないんですよ浅い関係当たり障りのない関係で終わってしまうんですねまあ全ての人と仲良くなる必要はないですけど特にたくさん時間を過ごす人、まあ、パートナーであったり仕事の仲間とか、えー、友達とかそういう人とはやっぱ関係が深くなっていく ことが必要な時もありますよねそういう時にこれをテンプレ化して使っていると、えー、最初は人当たりがいいなって人で思われるけど徐々に人が離れていきますだから気をつけてくださいってことなんですよでこの言葉を使うのは本当に相手のプレゼントになってるかどうかなんですよね言葉っていうのはプレゼントなんですよ常にそれを考ええることとが必要で、えー、っと いいいらららなななものを渡すすとそれはプレゼントじゃないそれ相手からしたらゴミなんですよねだから言葉っていうのはプレゼントなんだっていうふうに常に意識することが大事であり今自分が発言することは本当の相手のプレゼントになってるかどうかってことなんですよでこの言葉を言うときそ,その言うときの多くは相手のためを思ってではなくて相手に嫌われたくないから相手に好かれようと思ってそれをれ相手にないあの不快にささないようにっていう 恐れ,を恐れがあるるからこういうい発言をしてるんですよねそれは相手のためを思ってじゃないんですよ。自分のためにこの言葉を言ってしまっているケースがあるんですよ。それはね、完全にプレゼントではないです。はい、それは恐れなんですよ。その恐れを突きつけられたら、恐れの押し付けになってしまって、相手は、 決していいい気持ちにならならですよでさっきの事例で言えば「その映画行きたかったんですけど」って「本当はその映画に興味がない場合映画が興味がない場合に映画行きたかったんですけど」って言われたらこっちは「あその映画行きたかったんや」と思ってまた映画誘うじゃないですか映画誘うじゃないですか興味があると思って。で誘って、まあ、誘われて「興味がないから誘われた」でも前も断ってしもうたし「えー、じゃあ今回もは行かないと」って行きたくないのに行きたくないのにそれを「行きましょう」って言ってしまうと。 あんまりいい関係にならないでしょね本当のプレゼントを渡してないじゃないですか、お互いね。えー、こっちは、えー、なんやろ、えー、行きたいと思って誘ってて。で、向こうは行きたくないけど行ってる。その関係って長続きしないんですよね。だから、ちゃんと思ってることを伝えてくれた方が分かりやすいんですよ。こういうケースは。はい。ということで、えー、ここからは、じゃあどうしたらいいのかってことですよね。どうしたらいいのかってことを話していきたいんですけど、まずは、えー、テンプレを使わない。 うん、これテンプレってものすごい便利で何も考えずにもうそれを言い回しとして使うすっごい便利なんですけれども便利なんですけど分かっといた方がいい,方がい,いっていうのは言葉っていうのはプレゼントなんだとで相手のためを思ってない言葉っていうのはプレゼントにはならないゴミなんだということなんですよ。だからそのの言葉っていうのは 自分の気持ちとちゃんとマッチしていないとゴミになる可能性があって、えー、その状況、状況って毎回違うんですよね。断るっていうケースにおいても相手が変わるケースもあるし、えー、仕事を断ることであったりランチのお誘いを断るってその状況が全く違うのに言い回しを同じ言い回しを使ってしまうと、えー、この人前もその言い回し使ったなって、えー、断るときはいつもそういうふうに言ってるんやな気持ちがないのに行きたいんですけどって気持ちがないのにそう言ってるんだけやなってばれてしまうんですよね。そう そなるとほんまにさっきも言いましたけど関係があのね深まっていかないですよ信頼関係が結べないですよだから基本的にはテンプレを使わないこれが大原則です便利なんですよ便利なんだけどまずはテンプレを使うにしても言われたら言うっていうその反応的な言い返しではなくてまずはそういうふうに自分の気持ち 本当の気持ちにちにゃんとアクセスするで自分は今本当にどう思っているのかって気持ちをちゃんと探るどういう風に考えているのかって自分の考えをちゃんとちゃんとアクセスをしてからアクセスをしてからあじゃあその言い回しがいいなと思ったら使うねたら丸です。でもアクセスをを自分のの本当の気持ちをちゃんと えね、自分自身が言語化されてない自分の考えがまとまっていない状況で行きたかったんですけどって言ったらこれはブーですね。本当にブーです。これは本当にやめた方がいいです。だから、えー、何かを言う時にもどんな言葉を使う時でもまずは自分の本音本当に思ってる気持ちにちゃんとアクセスする考えをちゃんと言語化してそれをちゃんと伝えるってことです。でこの伝える時のプロセスも本当にそのまま伝えたらもちろんね相手を不快にさせることもあったり相手にも気持ちがあるわけだから、えー、相手のことを尊重すること ここは大事なんですよだから自分の本音に気づいたでそのまま伝えるんじゃなくて自分の本音も大事にしながら相手の気持ちも尊重する伝え方それを探っていくんですね相手も大事にして自分も大事にする両方自分の本音じゃないですか誘ってくれたことは嬉しいでも映画には興味がないその両方ね大事じゃないですか で自分にも大切な時間がある、ね。いろんな大事なことがあるんですよそれを。それをどれかを犠牲にするんじゃなくて、どれも叶えられるようにやる工夫が大事なんですよね。で例えば、誘われたと。映画を誘われた。でも、映画には興味がない。でも、誘ってくれたことは嬉しいわけじゃないですか。でそういうときには、まずはお誘いありがとうございますと。まず気持ちをちゃんと伝える。でそのとき、その次に、実はこの映画はこうこうこういう理由で、実はあんまり興味がなくて、この映画だったら興味があるんですと。 でも誘ってくれたことは嬉しいです。という感じで、サンドイッチするんですね。まずは、ありがとうというポジティブな気持ちと、ちょっとこう否定的なネガティブな気持ちと、そしてえポジティブな気持ちで、ここにキュッとサンドイッチすると、比較的相手も受け入れやすいんじゃないかなと思います。そうすると、自分が思っていることを伝える。その映画には興味がないということを伝えることができたんで、その映画を誘ってもらうことがないじゃないですか。あ、その映画が興味がないんだな。こういう映画が興味があるんだなっていうことが分かる。アイテムも分かる。だから次は、そういう映画を誘おうってなるんですよ。 本当ににプレゼントを渡せるるよようになるんですよそれはなぜかあ,あなたの本当の気持ちが分かったからですあなたの本当の気持ちをちゃんと伝え伝えない伝えずして映画に興味があったんですけどっていう状態だったらちゃんとねお互い本当に本当のプレゼントを渡し合えない関係なんですよねうんそれはね息苦しいんですよねお互いにとって良くない、うん、僕はそんな関係嫌ですねそもそも嫌なんでちゃんと自分の気持ちを伝える断る時にはその理由をちゃんと伝える そのなんとなくふわーって、ふわーってその,その場がね、なんかふわーっと楽しい関係じゃなくて、ちゃんと伝えないと、その,その関係で、その一瞬で終わる関係だったらいいですよ、でもこれからずっと関係を育んでいく、そういうような、えー、チームであったり、仲間であるんやったら、本当に思ってることを伝えないと、本当に、本当にね、プレゼントを渡し合える関係にならない、ねはい。だから、基本的には言葉のテンプレは使わない。 でそして、ちゃんとまずは自分の本音、自分の考えている気持ちであっているアイデアをちゃんとアクセスしてから、その言葉を的確に表現する言葉を伝える。そして、相手の気持ちを尊重した上で、まず気持ちは嬉しいやだったら嬉しいって伝えてで、ちゃんとネガティブなことを言ったらネガティブなことを言ってで、ポジティブなことを言ってサンドイッチテクニックですね。この3つですね。テンプレは使わない。まずは、えー、自分の本音とつながる。そして、えー、3つ目、えー、サンドイッチテクニックで、えー、ポジティブ、 否定的、ポジティブティいう伝えると比較的相手も尊重した上で伝えられるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで今日はマジで嫌われるあの一言について紹介しました。その一言はこちらです。えー、やりたい気持ちはあるんですけど、点,点,点々点、まるかってできないんですっていう断り文句を使う人。これがもうテンプレ化してる人、ね。このテンプレ自体が悪いわけじゃない。ちゃんと自分の気持ちがそこに乗っかっていないのにこれを使うと、 危険だよっていうことなんです。 はい。ということで、えー、少しでも勉強になったためになった、おかっち頑張れそしてマックス頑張れという方は、えー、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。あとコメントもね、もうすべて見てます。えー、何かね、えー、言葉足らずな部分があったりとか、こういう風に感じたよとか、おかっちファイトこの一言のコメントでもいいので、何かコメント残してもらえたら励みになるので嬉しいです。はい、えー。このチャンネルではね、今回のように、あなたがあなたらしく生きるための考え方であったり、伝え方であったり、生き方を紹介してます。えー、興味がある方は、 は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンを今。 ポチッて押してもらえたら嬉しいです。でチャンネル登録ボタンにある鈴、えー、のマークをポチッて押してもらえたら,えたら、えー、動画を完全に見逃さないようになりますのでポチッと押してください。はい。えー、あとね、えー、さらに今回の動画を聞いて自分らしく生きたいなとか本音で行きたいなって思われた方は概要欄からブログをチェックしてみてください。そのブログには日常生活そして職場で具体的にどのように言ったらどのように行動したらいいのかっていうのを場面別で、えー えっとまとめて書いてありますので、えー、興味がある方はそちらをご覧ください。はい、ジエンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ